こんにちは、シュです。今回も日本三大パーティーやっていこうかなと思います。私いつもこの定番パーティーの上をやってたんだよ。でこのペアパーティーやってなかったんだよね。っていうよりこれ2人におすすめって書いてるじゃないですか。なんでずっと2人でしかできないもんだと思ってたんだよ。いや1人でできんだね。言ってくれよ、これすげえやりたかったわ。来た、ピカソ、パブロ・ピカソ対シュー・ゲルニカ。シュー・ゲルニカとパブロ・ピカソさ、これまず初級でしかできないんだよね。いやこれ上級まで動画にしたいね。これで3パート稼げるからね。次回中級、その次回上級。バランスシップスタンダードへようこそ。ルール説明聞こうか。いつもねこれ見てる人とかに言われんだよ、ルールわかんないよって。まあ私が一番わかってないんだよね。聞きます。バランスシップは船を倒さないようにマストにミーを乗せていくゲームです。なんかこういうアプリあったよね、私知ってるよ。まず2人ペアゲームをプレイし、マストに乗せるミーのサイズを決めます。ミニゲームをクリアすれば同じサイズ、クリアに失敗すると別々のサイズのミーをマストに乗せてもらいます。ミーは緑、黄色、紫のいずれの服を着ているので同じ色のマスト。なるほど、緑は上、黄色は真ん中、紫は下みたいな。ミーを落とさずにマストの上に20人乗せることができればゲームクリア。これ協力プレイなのかな、それとも相手を落とし入れるのかな、どっちなんだろう。いやゲルニカとピカソの戦いだね。しかもこれミニゲームも全然違うんだよ。初めてやるゲーム多い。細い通路を2人で左右に分かれて進みます。傾きすぎると落ちてタイムロスになります。進む速さを合わせながらゴール。おい、やっぱ協力プレイなんだね、マルチプレイなんだ。いきます、ピカソ協力しろよ。いやみんな、いや今レッドブル飲んでるからゲップ出そうになった。脱出せよ。うわー、これあったよね、遊戯でさファラオの名前を探しに行くときあったよね。これわかるかない、ピカソ、ピカソこっちだよ、こっち、いいよ、合わせようぜ合わせようぜ。お、カラスいる、カラス、オッケー、お、すげえ。うわっ、あれだ、めっちゃ合わせてくれてる。来い、おいで、おいで、いくよ、いっせーので、うわっ、あ、いい、おい、おい、おい、あ、あ、ピカソ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 、いっせーので、いっせーので、いっせーので、あ、すげえ、めっちゃ私に合わせてくれる、すげえ合わせてくれる、ありがたい。はい、いいよ、いいよ、いこういこう。あ、もう結構勢いでいっちゃっていいかもね。シューが慎重になりすぎてた裏闘技場みたいなとこある。はい、お、めっちゃ合わせてくれる。お、これ絶対人とやるよりコンピューターやった方がいいわ。いや、さすが私、やったーすげえやりやすい。お、お、よかったよかった、めちゃめちゃやりやすい、相性いいかもしれない、ピカソと。やっぱゲルニガとピカソって相性いいもんね。うわっ、これ楽しかったな。そう、ミニゲームが一個一個新鮮なんだよね、多分。二人専用なんだね。ミニゲームを見事クリアしたので、同じサイズのミーを乗せてもらいます。ミーをポイントして A を押すと、ミーを掴むことができます。同じ色のマストの上で、OK。どこにミーいんの？お、いたいた！大助大助大助もう真ん中奥主役っぽいもんね。おい、お前、お前、あ、奥の早いから、私もうペースあるから、これ私もここ行ってたら積んでたでしょ。じゃあ、ここ。はい。シュールシュール、エアガンで撃ちたい。オッケー、お、いいんじゃないこれ。これ20人乗せるってことか。うわ、楽しすぎんな、楽しすぎ、深夜3時楽しすぎ。うわ、これは盛り上がんな。ゴーストを退治しながら2人で出口を目指します。ゴーストはライトをしばらく当てていれば退治。あ、テレサみたいだね。ライトは B リモコンでポイントをして操作します。仲間がゴーストに捕まってもそのゴーストを退治してれば退治できます。オッケー、なんかルイージマンションみたいな感じかな。私、ルイージマンションってやったことないんだよね。なんかあんま幽霊感ないね。人型、なんか現世に未練がある人が舞い降りてきたらブリーチでいそうだ、ブリーチ。うわ、お前、眩しいだろ、眩しいだろ、お前。あ、いた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 。いや、協力プレイだね。守るよ、パブロ。オッケー、パブロ、パブって、こいつ何？やばい、守るよ。協力プレイだよ、協力プレイ。協力プレイ、協力プレイ、協力しようぜ。うわ、危ねえ、危ねえ、むず、むず。遊んでる暇ない。はい、はい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 、うわ、これちょっと楽しいね、これ楽しい。うわ、私今までの4人でやるやつのミニゲームってほとんどやり尽くしてたんだよ。なんで初見のゲームがなかったんだよね。なんだけどこれ初見ですげえ楽しい。赤強えんだ、赤強え、赤っこり強え、よし、よかったし。うわ、これ協力し、友情深まるね、友情、友情のあれが深まるわ。今あれじゃん、新学期で友達できないよっていう人も、ウィーパーティーやろうぜ、ウィーパーティーやろうぜっつったら、オッケーっつって友達できるよみんな。おー、危ねえ危ねえ危ねえ、もうそろそろゴールなんじゃない。うわ、これ絶対強い、黄色は絶対強い。そうだね、この青いの倒しつつ黄
黄色もちょくちょく光るやつってこう。多分黄色はそんな一気に攻めてこないんだよ。私黄色担当で、黄色担当でピカソ、おい、ええー、オッケーよ。でパブロがこの青いの処理。うほほほほ、なんだお前ら急に出てくる。俺ダメージ食らうのかな。ていうか長くねこのコース。私のトーク終わった。いやこんな楽しいのあんなら最初に言ってほしかったよね。うわ出た、たけし。あのたけしの動画概要欄にリンク貼ってきます。いやここかな。あごめん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 、思った以上にデブだった。オスカー、いやあいつはオスカーじゃないかもしれない。いやこれ楽しいね。こんなゲームあんなら早めに言ってほしかったわ。でもほんと一人でしかできないと思ってたんだよ私。はい、お、これ一人用でもある。地面を落とさないように缶を打ち続けます。当てると1点、地面に落とすと2点です。缶はマイナス2点です。缶は途中で3つに増えます。へえ、これは4人のモードでもあった。なんか今日私うるせえな、ちょっと静かにします。3、2、1、これ何点以上、あ30点でクリアって書いてる。これ2人の5、あ合計で出んだ。個人スコア出ないんだね、個人スコア。うわっ、いいよ、個人スコア出てほしかったな。なんか優越感に浸りたかったな、パブロ声みたいなね。いやむず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 、あ、いいよいい。これなんて言ってる、みんな見る余裕ない、見る余裕ない。あやべえ、やっちゃったやっちゃった。あでも30点超えてる、30点超えてる、やった。さあ知らない女性が2人来ました。アビーちゃんかな、アビーちゃんと。いや迷いなく多くね迷えよ迷えよ。これ真ん中置ける、あ割り込めんだ、割り込める。割り込んでくる人いるよねたまに並んでて。私前あったわ、こうなんか店並んでたんだよね。そしたらさ、なんか知らねえおばさんが私の前来てさ、なんかなんもなく抜かしてくんだよね。あのバ丸い橋を回転させて橋をつなぎ合わせ、羊を川の手前に渡します。ウィーリモコン横に持ち、なんとかで橋を左右に回し、わやっぱ初見のゲームって楽しいよね。なんかさ慣れる良さもあんじゃん、スマブラとか慣れゲームみたいなとこあんじゃん。私青ね、なんだけど、はいよ、ひつっこり、羊おいでおいでおいで、で渡すんだ渡すんだ、オッケー、おいいい、完璧完璧で、もらいのこうだね、もらいのフェスティバルで、オッケー。あこれ一気に行くとダメなんだ。10点か、10点ってどうなのみんな。いやこれみんな息合ってる。いやこれは人とやりたいかもしんない。いやペースいいなお前、あこう、いやこう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 、やべやべ、私だいぶ足引っ張ってるからあるな。あでも30何秒あんだろ、もう全然余裕じゃない。やべやべやべ、こうします。あと1体だもんね、あと1体で、ここでそうだよね、これでもう入れちゃえばこの左クリアだもんね。よし来た、結構簡単だったわ。いやこれさ、ミーによって体重重いミーとかいんのかな。なんか太ってるミーの人は太ってんじゃん。なんかマツコデラックスのミーとか実装、うわでけえでけえなお前ら身長。あでもこう持つとちっちゃい。いやだから前をえよ、お前のせいでちょっともうちょい真剣にやろう。遊びだと思ってんのお前本当に。この私の集中加減見てシュールシュールいいね、これ好きだわ、このゲーム好き、初めからやりたかったな。緑全然来ないね。なんだっけ、20人乗せればクリアなんだっけ。絵の中に5つだけある四つ葉のクローバーを探しましょう。なるほど、ウィーリモコンで四つ葉のクロー、これは多分、あ、ミスると残り時間、なるほどね。うわ、これ洞察力いるやつじゃん。昔、私探したわ、四つ葉のクローバー。で、あったあったあったみたいな感じで、でって感じだったけどね。はい、これ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 。やばくね、私、どんだけ洞察力高いの右のおじさん、誰あれ。さあ、来ました。今回、あいつより早く置くからだ。はい、吉尾さん起きました。本当に、これさ、他人だからって手抜いてない、このゲルニカ。じゃねえ、パブロ・ピカソ。なんかもうちょい真剣にやってほしいよね。こっちはガチでやってんのに。さあ、6、これ被りないのかな、ゲームって。なんか新しいのしかない。うわ、楽しそうすぎ。2人でボートに乗り、左右に分かれてオールをこぎます。力を合わせてゴールを目指しましょう。ウィリムコンを上下に振ってオールをこぎます。ボートの向きを変えたいときは、曲がりたい方向、反対側の人、OK。なるほどね。さあ行きましょう。うわもうシューのやる気がすごいいいよ、わこれすげえ、めっちゃすごい。
いいよ、私こぎ、私こぎ。あ、で、ピカソこいで、ピカソこいで。あ、で、私もこいだ方がいいのか。ピカソがちょっと力強めに。で、私はここ、こぎます。お前こぐなよ、お前こぐなよ。お前こぐなっつってんだろ。おい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 、沈没する。私めっちゃこいでんだけどな。あ、でももうゴールじゃん。え、近っ。で、ここであと一緒に。エッサ、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 エッサ。ここに出るとでかいけど、持つとちっちゃいよね。ここに置いたらどうなんだ。いや、わ、やめてやめてやめて、お前、わ、ここ、あぶねえ、あぶねえ。そういうとこあるよね、ピカソ。なんか、本当に手抜いてくるよね。もうちょっと真剣に考えよう。真剣に。7、あと4人、あと8人か。あと2人ずつで8人だね、あと8人。つぼみに輪をかけて花を咲かせる輪投げゲームです。つぼみは全部で12個あります。B を押したまま実際に輪を投げれるように威力を振る、まあ、小さく振ると手前に飛び、OK、おお、なるほど。わ、これ楽しそうだね。昔これポケモンのアーボックのやつであったよね。いきます。待って、まず、あ、難しい。やべやべ、いや、むずむず。これ失敗したらどうなんだ。私たち全部ミニゲーム成功してるよね。やべやべ、怒られる、後でクビだ。なるほど、わかったわかった、すげえわかった、すげえわかった。コツをつかんだ、裏闘技場。オッケー、オッケー、うまいうまい。うわ、これめっちゃ難かった。これ結構ギリギリだった。いや、こっちだな、こっちだ。いや、でもここ、ここは割り込み乗車するか。いや、でも今息あったね。あぶね、これ傾きどれぐらいまで耐えれんだろう。いや、協力大事だね、これ。ハッター残り6人、残り6人。サイズ決めゲーム。これ失敗するともしかしてでかいやつ来るのかな。2人で魚を釣ります。2人で息を合わせて魚を釣りましょう。あ、なるほどね。魚がかかるとウィリムコンが振動します。死んだ時に2人とも素早くウィリムコンを振り上げることができたら OK。 なるほど、今日も協力プレイか。いや、これあるよね。うわ、釣れたと思ったら2人のあれが重なってなんか合うみたいな。日本語下手。まだ振動、あ、来た。うわ、一斉の出で行こう。行くよ、一斉の出。うわ、ごめん、俺が足が遅いで俺って言っちゃった。一斉の出、よし。うわ、こんな魚食いてえわ。いや、これじゃあ無言タイムやるね。じゃあいい、2人の息が合ってきた、2人の息が合ってきた。いや、次友達と行くとめっちゃ仲良くなるよね。行ったことないけど。さあ、知らない人来たな。で、私ここで位置調整します。そこはやばいんじゃないわ。うわ、楽しそう。これ島をつなぐ橋を渡ります。途中の穴はどちらか同じ色のスイッチを踏んで穴を塞ぎ、もう一人がその先。うわ、これも協力プレイか。全部協力プレイになってんだろうね。3人ギスギスじゃなくて2人ワイワイみたいな。私左担当か、左担当で、ピカソの道を開けてあげるのか。こう踏みます。いいよ。なるほどね、なるほどなるほど。ええ、あ、こっちか、こっちか。わがわ、ごめんごめんごめん、普通にも分かんなかった。で、こうかな。で、こう踏みます。で、ピカソが右。え、おい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 、え、これ、あ、なるほど、ごめんねごめんね、私が間違ってました。すいませんでした、すいませんでした、本当にすいませんでした。すいませんでした、責任をなすりつけようと思ってすいませんでした。オッケー。いいやめろ、危ねえ。うおお、お前お前、危ねえ。今私置かなかったら結構やばかったんじゃない。いや、これパブロ何を置くか見てから置いた方がいいね。たまに暴れる時あるからね、パブロ。今の何。さあ、ラスト。人力飛行機で空を飛びます。あれだ、なんだっけ、なんとかとなんとかっていう人ね。あったよね、有名な人で。ハートを取って体力を回復させながら遠くまで飛びましょう。ウィールモコンを回してペダルを漕ぎます。ペダルを早く漕ぐと高く飛びますが、体力は早くやります。うわ、なるほどね。私こういう体力調整系苦手なんだよ。だからゼルダの伝説のエポナ、エパの歌がすごい人参なんじゃ。で、人参でジャンプするんだけど、その体力調整が私すごい苦手だったんで、こう考えるとハート3つはすげえ苦手だなって感じある。いきます、取ろう。これやればクリアだからね、これやればクリアだからね、これやればクリアだよ。パブロパブロ、下がろ下がろ下がろ、オッケーオッケーオッケー。パブロパブロパブロ、おいよパブロ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 、おいよいよいよ、なんか全然動かない。パブロ、え、これどうなんの。別々のサイズのミーを乗せて負けじゃないんだ。いや、でもこれ乗せれば勝ちだからね。
でけえでけえ。いやでけえ。みんなここでいい？割り込む割り込む。うわあうわあ、デブデブデブ。お、でも20人乗せることはできましたが、20人乗せれたんだけど一応おいお前、なんかランキングにクリス1、3位招待率腹立つな。え、とことんミニゲームでとことんバランスブリッジが追加されました。これどうなる、え、できんのかな。新しいとこ次回中級やるっていう話なんだけど、中級できんのかな。うわ、クリアしてねえから出ねえのかよ、マジかよ。うわ、レン君じゃん、ごめんね。激クサレン君ファンタスティックエブリデイ。